演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツのクリスマスドーナツ2020ポケモンミッキードーナツ5種を食べたいと思います。はい、こちらこちらラッキーも出てきたんですけど、まさに帰ってきてラッキーというところでしょうか。本当数少なかったんですよね。で、モンスターボールとハイパーボールが立体になって、モンスターボールは私に立体になって、ハイパーボールが当たりしてそうです。で、ピカチュウドーナツは今回チョコレートがバナナからプリンに変わったということで、改めてレビューしてみようと思って思い出しました。自分は基本同じものはレビューしないんですが、まあ変わったということで、でその延長線上なのか、ポンデリースにプリンが追加されますね。チョコとストロベリーについては以前販売された時にレビューされています。概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。ちょっとレシート映っちゃってるし、ね、それではこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。大本命のピカチュウからいただきます。どんな感じなのかな、クリームチョコ。ではギリギリ買えたかな。本当にラッキーだったよ。あ、時数の関係で開業がおかしくなってるのは勘弁してくださいね。ピカチュウドーナツは以前のバナナに比べるとちょっとチョコの味が弱くなってるかなっていう印象がありますね。以前は噛んでしまいにバナナの風味が広がっていましたのですが、プリンがどこだろうっていう風になってしまったのは、そこは残念でしたね。生地自体はふわふわに美味しかったので、チョコレートの味が落ちたのがどうかなっていう部分があったので、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのモンスターボールドーナツ、これは割と立体感のあるドーナツの中にシュークリームの容量でおそらくクリームを入れているのだと思うのです。それは噛んだ瞬間にジャリッとした上の表にあるストロベリーコーティングと中のクリームがうまく混ざり合って美味しかったです。膨らんでいるので結構食べ応えがありましたね。というわけで、これはこちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのラッキードーナツ、これも見た目が可愛くて、ちょっと中央にポンデリング状の卵があって、そこはイーストドーナツと食感の変化を出していてよかったです。だな、これも通常のストロベリードーナツと本当あまり味が大差ないので、若干食べづらいかな、ホイップついちゃうかなっていう部分があったので、これはこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのハイパーボールは先ほどのモンスターボールの色違いな味違いなので、こちらはチョコレートのほろ苦い甘さの味が口の中に広がってきて、若干大人向けといった感じですね。このハイパーボールでラッキーゲットしたいなっていう感じでしょうか。というわけで、こちらもこちらの点数となっています。そして最後のポンデリースプリン、これもちょっとプリンの味が弱かったですね。チョコレートでプリンの味の表現は難しいのでしょうか。それなりにプリン味がちょっと弱い、そんな感じでしたね。なのでポンデリングとしては美味しかったし、スプリンクルもザクザクしてて良かったので、これもこちらの点数とさせていただきます。というわけで、こっちのドーナツを総括すると、ポンデリースは定番なので定番向け で、ポケモンドーナツは、この2つは見た目の可愛さを追求する方向けのドーナツと言えるでしょうね。で、反対に味の方を求める方にはこちらのモンスターボール2種がいいと思います。あくまで個人的な感想ですが、でも今年もこうしてクリスマスに出会えて美味しかったです。ただ本当ゲームやらなくなっちゃうんですね。まあ、今年は不思議のダンジョンやりましたけど、どうしようかな、何をやるって突っ込まれそうですか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、高評価を押していただけると嬉しいです。演舞終了。